こんにちは。いやー、帰ってきましたらしあ、出た、忘れてたし。いや、まさかのハンタマですか。こっからスタートですよ。見てください、ただハンタマくんも塩やってくれてますよ。やってます。あれ塩持ってるだけなんですけどね。塩振ってんすよ。待っててください、1年塩バラ、はい、待っててくれました。嬉しいですね。塩をキープで待っててください。いやいや、はい、もういいよ、もう大丈夫だよ。休め嬉しいですよ、本当にね、はい、というわけで、はいはい、やってまいりました。はいはい、1819シーズン一発目、はいはい、ライドフォアスマイル。だから聞いたところ、このチャンネルの登録者数もなんと、はい、1000人超えたんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしました。はいはいはい。これちょっと一つ目標だったので。そうなんですよ、そうなんです。大台になりました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はいはい、ということで、ちょっと待ってください、伊藤さん。はい、あ、どうしました、どうしたんですか、急に。俺よりか目立つんじゃないの。こ、何ですかこのウェアは。大体いつもこんな感じです。違うなんか俺の方がフリーみたいになってるところになってると。伊藤さん、どうして、地味ですね、なんか。いやいや、そうなってきますよ。何ですかこの派手なウェア。あのね、伊藤さん、はい、ライダーはもっとアピールしないと。いや、それ俺が言ったやつだよ。俺が言ったやつだよ、それ。マジっすか。え、伊藤さん、これ大丈夫っすか、これもう。はい、これ通すことでいいんですね。ちゃんと通してくださいね。ちゃんと心折れないでくださいよ。いや、わかんないな。とりあえずね、はい、一発目なんで。二人ともね、初滑りなんです。初滑りなんですよ。ハンターマウンテン塩原さんの力を借りて、はい、初滑り、はい、いくぞー。レッツゴー。見てください、伊藤さん。え、私はね、はい、ペットのライダーですから。え、今日は新品の板でございます。おー、新品アピってくる。これはね、ヘッドのアーキテクト。あ、板変わっている。はい、これね、バサルトストリンガーというですね、はい、素材が、はい、テールと同時に入ってますね。あー、確かに反発あるんですよ。俺のね、パワーにも耐えれる。必要なんすか、今さ、反発。当たり前、当たり前。あとこれはですね、SP、はい、リアエントリーね、SP のコアという。おお。まあコアな人しか使わないです。コアなやつ？コアなやつですか？コアです。何ですか？ディスナーでございます。コアです。はい、これですね。見てください。はい、これが新品です。何やってんすか。ちょっと岩田さん、何、え、はい、何考えてんすか。ペットの新品のブーツです。いや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 、セブンですよ。ま、何、え、リアルガチ新品じゃないですかこれ。当たり前です。いや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 、ダメダメダメ。ライダーというのはですね、皆さん新品が支給されます。いやいやいや、まあそうですけど、そうですけど、影もついてます。いや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 、外してきてください、鳴らしてきてくださいよ。いや、楽しみです。岩田さん、初滑りでしょ。はいはいはい、これきついんじゃないですか。何がきついんですか。いや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 、初滑りで新品ブーツ、はい、これ、え、それマジ、マジでやるんですか。あれ、伊藤さん、もしかして新品じゃないんですか。僕はね、あのちょっといろいろ企んでやってますよ。あのね、はい、ライダーツはね、はい、新品を使ってユーザーの皆さんにアピールするのが仕事。伊藤さん、勉強不足ですよ。去年も着てたじゃないですか、このウェア。ということでね、私この新品ブーツで、はい、ガンガン滑ってアピールしますんでですね、見てなさい、初心者たち。新品最高。ああ、言いました。はいはい。それ新品でしょ、ブーツ。そうですよ。かっこいいですよ。そんな締めちゃって大丈夫ですか。どういうことですか。初滑りですよね、岩さん、今日。はい、大丈夫ですか、そんな締めちゃって。あのね、はい、ブーツっていうのは、はい、締めないと脱げますよ。はい、いやいや、まあ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 、まあ。きっちりやんないと。きっちり、ほら、もうカチカチでギリギリまでやるのが、いやいやいや、それがブーツの性能を一番発揮するんですよ。まあ、そうなんですけれども。こんな説明しないといけないなって。一発目。ちょっと板さん、ちょっと勉強するとこもハラハラして。ここもちゃんとです。最後ここがアンクルでキュッと入るんで、ベルトまでいいっすね。やっぱ新品だから硬くていいですよ。ベルトまでそんなに行きます？そんなに行きます？はい。うーわー、ちゃんとね、カバーして大丈夫かなー。はい、あー、よっしゃよっしゃ。あー、心配だな。ライダーはきっちりしないとね。いや、知りませんよ。さ
さあ見てください、この煮込みハンバーグ、うわスイカぐらい大きいハンバーグ。そこまででかくないですよ、大きいけどね、そこまでじゃないですよ。美味しそう、いただきます。ジューシーのし。初スライディいきますよ。一本目いっちゃいましょう。足首曲げて膝曲げて、棒立ちですよ岩さん。状態高いんじゃないですか。あ、雪が硬いです。いや雪がじゃなくて、はい、足首曲がってますか。でもちょっと曲げないと今年の流行りみたいな。いやそんな流行り聞いたことない。ブーツの具合とかどうなんですか。ブーツはまあもちろん新品なんでね。超ヘッピー腰。え、悔しいんすか。なんかピヨピヨしてますね。ピヨってます、ピヨってます。なんか膝が来ない。膝が来ないですね。膝が来ない。はい。いや、ついて、行ってますよ。あります、あります。膝あります。なんかヘッピリ腰っすね。いや、そんなわけないっす。俺、オフシーズンクリスタル滑ってる。あと、まあ、初心者が結構いるんで。いや、あなたですよ、初心者は。目に入ってくるんで、一回あれですか。はい。あ、ブーツ、ちょっといじります。ちょっとね、そう、不本意であるけど、ちょっとなんかね、まあまあ、なんかこの派で、このまま行きますよ、私、こうやって。あ、わかりました。さよなら。めちゃくちゃ息巻いてたのに、あんだけボアガンガン締めてたのにな。結局横滑りかよ。後編へ続く。締めた状態で歩ってみたりとか。先に行っとかないと。カツカットって言って、機能的に足首が曲がる。はい、見てください。危ないから。してね、よろしくお願いします。